エルディア・リオ・バスコは、スペイン語で発行される、日刊誌。本社は、スペイン・バスク州ギプスコア・ケンサン・セバスティアンに、置かれている。新聞史上の言語は、ほとんどスペイン語で、数ページが英語である。マドリードの日刊新聞 ABC と、スペイン自治権連盟に所属する、保守の著作家であるフアン・イグナシ・オールカデテナや、ラミロ・デ・マエストラによって、1934年に、 バスク社会出版社がエルディアリオバスコを創刊した。デテナとデマエストゥの二人は王室や君主制の保持を熱烈に訴えた。1936年にスペイン内戦が勃発するとエルディアリオバスコはナショナリスト派を支援したため、サンセバスティアンがナショナリスト派によって征服されるまでの2ヶ月間はナショナリスト派と敵対する。 スペイン共和国政府によって新聞社が封鎖された。しかし1936年9月13日、エミリオモラ将軍が廃家の兵を動員して、サンセバスティアンと新聞社を共和国側から奪取した。一方ビルバオでは、内戦中の1938年に反乱軍、ナショナリスト側の支配下となった、地元日韓市、エル・コレオに ABC 等を所有するメディア経済罰、 ボセントが接近。1940年までに株式の過半数を得ると選挙区の優位も追い風となり最盛期で30万人以上の読者を獲得した。1945年、ファランヘ島の制御下に入ったエル・コレオの所有者によって買収され、企業名をエル・プエブロ・バスコ株式会社からビルバオエディトリアル株式会社に変更した。 フランコ体制が40年近く続いた時代に、同じくスペインのほとんどの新聞社も法的規制を受けるか政権突破イプを持つ、企業家、財閥の参加に入った。フランコ死去、民主化を経ても、20世紀の終わりまでスペイン国家、中央寄りの保守的自由主義の立場を継続した。2001年、二人のバスク祖国と自由メンバーによって、最高財務責任者であるサンティアゴ・オレアガが、 殺害された。現在、エルディア・ディオ・バスコは、ボセントグループによって所有されており、バスク州ギプスコア県内で10の地域版を、ギプスコア県外で1の地域版を観光している。なお、1994年発足の、ギプスコア県ローカルの衛星、ケーブル TV 局、テレドノスティもボセントグループ参加である。高速新鮮及び滑れた廃棄物焼却炉問題2002年。 エルディアリオ・バスコは、高速新線、バスクワイの路線ルートへの意見、そしてスビエタに、廃棄物焼却炉の建設と、その支援が必要という報道を強い論調で言った。2017年開通のバスクワイは、サンセバスティアンからビルバオとビトリアがステースへ向かう、路線がある。ビルバオに向かうルートから外れた地点に、ウルスビルという基礎自治体があり、その領域内にあるのが、 問題のスビエタという地区で、現在サムセバスティアンとウルスビルが所有権を分割している。2017年に完成した路線は、エルディアリオバスコの要求通り、スビエタとウルスビルを通って西のビルバオに直線的に向かわず、これを迂回して南方へ伸びエスキオイトサソ駅を経由して、こう描くようにビルバオへとつながっている。スビエタでは環境に与える悪影響などから、 複数回の住民投票で、焼却炉建設が延期されている。建設費用が1億ユーロという資産もあり、自治体住民の税負担は重くなる見込み。構想開始から約17年が経過した2019年現在も着工されていない。エウスカルエリアビルド批判2011年のバスク衆議会総選挙では、エルギアリオバスコの地元ギプスコア県で、サハ民族主義のアビルドが、 最多得票だった。これに対し保守本流の立場から猛烈な批判をした。2015年のバスク衆議会総選挙でもビルド、批判の論人を張り続けた。バスク社会党やバスク民族主義党にも言ってきた、反リベラル、保守的論調は相変わらずである。PNVPSE という予期せぬ、連合2012年10月のバスク衆議会選で、地域左派政党、PNV が勝利し、 1> 第1党に、躍進、153議席中49議席を、獲得した。そして、中道右派政党、国民党が負けたのは、エルディア・リオバスコにとって、ダブルショックの始まりだった。エルディア・リオバスコが応援する PP は、p s e e と並んで28議席で、第3党という惨敗ぶりである。これが一つ目のショック。エルディア・リオバスコは、 敗者同士の PSEPP 左右中道の野党連合を画策。これが実現し、トータル56議席。政権与党の PNV は、すでに新政権を樹立していたが、その発言力に歯止めをかけられるはずだった。ところが、中道左右連合は、内部から崩壊してしまう。二千十二年の敗北で、バスク州政府首相を退任した後、財政再建、公共サービス、 制度的枠組み等の立て直しに失敗した PSEEE 総理パチロペスは2014年9月に解任バスクを離れそ中央の役職へ移動させられた。これが二つ目のショックである。編集部が仕立てた PSEPP イコール中動左派、中道派や党連合は、その後に PNV と PSE が秘密裏に合意し、新たな連合を作ってしまうまで存続した。 だが、捕獲連合の崩壊を重く見た、エルディア・ディオ・バスコは、やむなく、自分たちのシナリオではない、PNVPSE という地域的、中道左派連合政権の支持、政官を、小さな勝利のための新たな戦略とした。PNV、アビルド連立政権批判バスク州議会の PNV、アビルド連立政権に対して、常に批判的な報道をしている。これは、 ナショナリスモと全然違う。これを口実に批判報道が開始された。しかし2009年から2012年の PSE、PP 野党連合はバスク的、スペイン的にも保守色が強くバスク民族主義者らに失望を与えた。それに比べると PNV、アビルド連立政権はバスク民族主義者の大部分の民意を反映したものである。彼らにとってバスク州、特に ギプスコア圏におけるスペイン主義への根強い支持は不愉快であり形勢を変えるため何か対策を講じるとしているバスク主義対スペイン主義闘争への報道姿勢エルディアリオバスコの編集方針オピニオンコラムやニュース内容政治報道には一つの傾向があるバスク民族主義者対スペイン国家主義者の構想におけるインタビューや記事はエルディアリオバスコが政治論争系ニュースで 積極的、歴史的にやってきた方法を応用する。わかりやすいのは、支持勢力が選挙に勝ったら大きく報じることだが、その時は、細かい論争を後回しにする。過去を振り返ると、販売数増加は、和平プロセスに言及し続けること、一時休戦を主張した時ほど、うまくいった。バスク主義担当、スペイン主義担当いずれの編集班も、オピニオンコラムや、 記事作成も同じ政治部に属する。スポーツ欄はサッカー情報が最も多い。特にレアルソシエダとアスレティックビルバオ関連のニュースは他のクラブよりもかなり大量である。2018年1月、スペイン代表にも選ばれているイニゴ・マルティネスに対してレアルソシエダからアスレティックビルバオに移籍したことを批判した。 なお、エルディアリオバスコの本拠地はレアルソシエダと同じ、サンセバスティアンである。レアルソシエダのファンの大多数が主要なライバルと見て、いるのは、レアルマドリードとアトレティコ・マドリードである。だが、同じ2018年に、レアルソシエダのアルバロ・オドリオ・ソラの、レアルマドリード遺跡に際し、マルティネスの時と違って肯定的な報道をした。ナバーラ州の CA オサスナに関しては、 上記の対立構造と無関係なクラブという見方をしている。2004年から2014年までの10年間で読者数を約半分も失った。2004年は約9万4000部発行、販売。2014年10月は4万9500部発行、販売。2013から2014年度の読者数は5%の減少。 2013年の6万部から2014年の4万9500部という減少は記録的レベル。最新のデータによれば月別の読者数、販売数の減少は小幅だが、しかし継続的に減り続けている。ありがとうございます。